はい、こんにちは。みんなで一緒にモンハンライフのアットと言います。今回はアイスボーンの太刀、新しい攻撃の操作方法を説明になります。アイスボーンで登場したのは、居合抜刀鬼神斬り、居合抜刀斬り、クラッチクロー。また今回、居合斬りのスローモーション動画の方も載せてあります。それではまず、居合抜刀鬼神斬りから説明していきます。操作方法は何かしらの攻撃、その後 R にプラス×で特殊の音、R で居合抜刀鬼神斬りが発動します。タイミングが成功すると連撃ゲージはそのまま。ただしタイミングが非常に難しいです。動画の最後でスローモーション動画の方も載せておきますので、ぜひ参考にしてみてください。次に居合抜刀をした後、兜割りを入力するとかなりの高攻撃力になります。ただし攻撃を外すと電気ゲージが一気になくなります。次に居合抜刀斬りになります。特殊の音までは同じ、その後三角で居合抜刀斬りになります。この時攻撃が当たると連携メーターが1本分自動的に回復します。この効果は非常に大きいですので、こちらの居合抜刀斬りはかなり重要になってくると思われます。次にクロッチクロからの派生になります。操作方法は武器の状態にかかわらず L に押しながら丸ボタン。ただし乗れるものにしか飛びつけません。その後は×プラス R3 スティックで場所の移動、三角で攻撃が可能になります。こちらの攻撃は連携ゲージで威力の方が変化していきます。R ボタンはスリンガーが装填されている状態で前段発射が可能になります。最後に居合抜刀鬼神斬りのタイミングが非常に難しいので、スローモーション動画を参考に載せておきます。こちらは 0.25 倍速。居合斬り成功時は青色のオーラが発生し、さらに電気ゲージの消費はありません。同様に0.1倍速で確認してみたいと思います。ハンターの体に青色のオーラが発生します。タイミングが非常にシビアです。それでは目を閉じて音だけ確認してみてください。もう一度お聞きください。何も攻撃してない場合には音がシャキーンではなくズシャみたいな音です。このような形になります。今回の動画では操作説明になります。タッチに関して他にも動画の方いくつか上げてありますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったら評価の方とチャンネルの登録をよろしくお願いします。